さあ、はい、決まりました。Tの部屋。イェイ。どうも、ラジオ DJ YouTuber の小林拓二です。もう言えてねえし。カミカミ。カミカミ。やり直します。やり直します。やり直します。そのまま行きましょう。そのまま行きましょう。はい。さあ、前回はこちらの事務所の本棚を、はい、ちょっとご紹介しましたが、はいはいはい、その中から今日は一冊、いや、やっぱり自分の運命を変えた一冊を紹介したいなと思いまして、はい、ごめんなさい、本紹介というか、うんうんうん、だからこの本がいかに今の自分を今いるところに導いてくれたかっていう本を紹介したいと思います、はいはい、内容というか、うんうん、これです。平山譲さんの5という本、これシーホースファンの方で読んでる方はもう結構多いと思いますけれども、ほうほうほう、漫画にもなったもので、ドラマ化もされてるんですよ、岸谷五郎さんとかで、うんうんうん、NHK でやってたかな。でこの5っていう、これね、要は今のシーホース三河が、まあ、前は愛新シーホースっていうね、はい、チームで今の B リーグになる前ですよね、うんうん、で実はその企業リーグがあって、はい、で1990年代に平成の大不況っていうのがあったんですよ、うんうん、でその頃バタバタとバスケット部が9部だとか廃部に追い込まれてたんで、ね、でその中でその各チームのエース級だった日本代表だったり元日本代表の選手たちが行き場を失っていったんですよ、はい、チームがなくなっちゃって、うんうんうん、でも他のチームもいやいやいや、もうあれだけ出来上がった選手今からうち呼んでもみたいな敬遠する形でなかなかこう行き先が決まらなかったみたいなことがあったんですよ。それをこれも元日本代表だからもう日本代表ですよもうっていうメンバーをもう一度集め、うん、なので言葉的に言うとリストラされた人たちがもう一度集まり、ほう、そこで再起をかけてチームを強くしていくっていう超サクセスストーリー。へー。でそこで昔は2部だったそのシーホースというチームが、はい、まあ、その鈴木公和ヘッドコーチのもと、うんうん、そしてこの彼らを集めたことにより一部へ上がり、そして天皇杯優勝し、リーグ優勝もし、そして強豪へと変貌を遂げていくっていう、そのきっかけとなった物語が描かれた本なんです。ここにその描かれてる選手それぞれ、それも僕その中でもね、特にね、はい、この真ん中にいらっしゃる佐古選手、うん、このね、これだから富山選手、佐藤選手、佐古選手、後藤選手、エリック・マッカーサー選手って、まあ、それぞれいるんですけども、いらっしゃるんですけど、はい、この佐古選手がもう僕の憧れの憧れの憧れ、それこそ小畑さんが少年時代の大スター、中学校時代に当時マジック・ジョンソン・オールスターズって言って、マジック・ジョンソンがまあ、HIV のチャリティーで、はい、全世界回ってたんですよ、自分のオールスターチーム作って、うんうんうん、チャリティーゲームやってたんですけど、それの対戦相手がその時の日本代表だったんですよ。でそこの、まあ、いわゆる正ポイントガードでありエースの佐古健一というこの選手が、向こうはチャリティーで来ててちょっとお遊び半分なんで、ああなるほど、ガチで勝ちに行くぞっていう姿勢を奮い立たせ、みんなを盛り上げ、うん、戦ってる姿を見た時に、僕は最初はマジック・ジョンソンを目当てに見に行ってるんだけど、うん、もうそっちに心を奪われちゃって、へー、そこからこの佐古さんってすごいなと、会いたい、一度お会いしたいっていうような思いが募ってたんですよ、はい、でそれ中学校2年生の時だったかな。で3年生の時に修学旅行で自分たちの少人数で小グループ作って自由行動していいよみたいな、はいはいはい、でその時にじゃあでもぜひ僕佐古さんに会いたいですって、で当時佐古さんは磯津自動車っていうところのバスケット部に所属されていて、はいはいはい、それが川崎にあったのね、だから東京の方に行くから、うんうん、まあ、川崎だったら関東方面だったら行けるっていうことで先生にお願いして、うん、で5人集まったらいいよってバスケ部集めて何人か、行こうぜ行こうぜっつって、おいいねって言って、で行くならじゃあちゃんとお手紙かけなさいって言って、マネージャーさんに手紙書いて、へー、こういう理由で行きたいですっていう、うんうん、でその手紙出したらいいですよって返事が返ってきて、おやっと行けるぞと、で当日ね、まだその午後から行くっていう話だったから、はい、午前中その時だから渋谷のまだ当時だったワールドスポーツプラザっていう、なんかこうスポーツ系のアパレルとかいろんなグッズを扱ってる店があって、でそこに NBA グッズ買いに行こうって言って午前中は、うん、で午後からじゃあそっち行こうって言って、でその川崎に行って体育館で待ってるんだけど、ずっとなんかおじさんおばさんが卓球やってるんだよね。卓球、ほカン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 、あれ何だろうと思って、いつバスケが始まるんだろうと、全然バスケ始まる気配がねえな、で当時携帯とかないから、あそっかそっかそっか、でまあ
公衆電話から電話かけて、はい、マネージャーさんに、あの僕らもついててなんか全然卓球しかやってないんですけどみたいなえってか君たち今どこにいるのってずっと待ってんだけどって言って、いますけどってどこにって、川崎市の体育館、違うよ、いすゞ自動車の体育館に来なきゃダメだよってうわーその感じわからんかったと思って、だ市の体育館だと思うじゃん、知らないからさまあそうですね、っていうかまあ私のリサーチ不足なんですけどまあその頃ね、そんなネットとかもそんなまだガーッとみんな使ってるような、もう全然調べられないもんだって、うん、何にもネットなんかない、ないないない、はいはいはい、でも何にもわからないから、もうでそしたらもう動かないで、迷子になるから動かないで、今から迎えに行くからって言って、優しい方でさ迎えに来てくれて、でそのままいすゞ自動車に行ったんだけど、うん、もうね、練習終わって帰っちゃった後だった、あなんと間の悪い、もうなんかもうね、いやさっきまでさ佐古もいたんだけどさとか言ってマネージャーさんに言われて、で、もう一緒にさ5対5とかやるっていうメニューも組んでたのにって、もうね、誘った他のバスケ部には平謝りですほんとごめんね、ほんと俺のせいでごめん、ね、俺が一番ショックなんだけど、ほんとにごめんなさいっつってっていうぐらい大好きな方で、うん、はい、で、その思いを僕はこの本を手に取った時に今一度思い出したんです。これがね、うん、何年だ、2004年に出てて買ったのが僕2005年です。ほうほうほう、でこれを読んで、あ、まあそうだった、俺は本当に佐古さんのことが大好きだったんだっていうね、うん、思いがもう一回こうすごいこう蘇ってきて、そしたらこう読んでたらさ、カリアって書いてあるわけじゃない、ほう、で俺ももうその時ジブでデビューをしてたから、はい、あ、こんな近くにいるんだと、うん、そしてこんな近くにいるのに、まあね、私はなぜ佐古さんの名前を読み上げていないんだろうと、あ、ラジオで、いやラジオでというか、その時ちょうどね、あの同期のヨーヨー陽介さんがですね、はいはいはい、グランパスの MC が始まった頃で、おー、おー、すげー、あいつ好きなサッカーのそういう MC やってると思って、で選手ゴールとか言ってるわけじゃん、はい、ああいうのってバスケでもあんのかなとかちょっと考えてたわけよ。だけどどうやったらそんなアプローチができるんだろうとかって思ってて、うん、でも近くに刈谷いるんだ、じゃあもう、はいはいはい、一回でもいい、一回でもいいから佐古さんの名前を呼びたいって、この本が僕を奮い立たせてくれて、いても立ってもいられなくなり、うん、どうしましょうということで、あの当時の ZIP の営業さんがあのトヨタ自動車さんから出向されてて、ほうほう、で、まあ、何かしらつながりがないかっていうことで、で、まあ、それ名刺交換もしたかなみたいな、広報さんとって言って、愛心さんとって、ほうほうほう、でそこでちょっとその一方だけ入れてもらって、はいはいはい、でその後あとはもう自分でやってって言って、うん、っていうことで、まあ、いきなりやっちゃうとね失礼になるかなと思ったから、はいはい、でもとりあえずこうそこだけこうつないでもらって、うん、でそこから直接僕はドキドキですよ、電話すること自体が、一応話は言ってはいるけれど、はい、ねっ、でもどう伝えていいかもわからないぐらい、ね、こっちは興奮もドキドキしてるわけですよ。です、ね、電話して、あのジップヘムというところで喋ると、小林と申しますけれども、ってあの僕はあの佐古さんが大好きで、もうこれぐらいのなんか今みたいな熱量みたいな、もうずっとこうでどれぐらい好きかっていうと、みたいな話をもうまとまってないような感じで電話して、うん、ちょっと小林さん何言ってるかわからないですよ。な感じだったんだけど、でも分かりましたと、その方もすごいいい方で、分かりました、じゃあ一度あの社に来ていただけますでしょうかって、うん、分かりましたって言って、改めてアポイント取って、一回ちょっと直接お話を聞かせてくださいってことで、まあ、電話口じゃ確かにね、あれだったで、それでお会いしに行ったら、その広報の方と、その時のその広報部の部長さんとかな、とあとバスケット部の部長さんといらっしゃって、で僕こう熱く佐古さんの今みたいな話をするけど、修学旅行でみたいな、はい、あ、結構遡ってお話したんですね、結構話してマジックショーソンオールスターがどうでとか話をわーってして、わーそんなに言ってくれるんですかと、で、あの僕は本当に一度でいいからナンバー2 K1 佐古っていうこのコールがしたいんですって、なんとかできないでしょうかって言って、でもそんなに言ってくれるならじゃあって言って、そこが初めてきっかけとなって、今私何年目ですか、14年ですか14年、そこが全ての始まりです、始まりは全てそこです、この本、
だから初めて読み上げた時、ナンバー2ケンイチーサーコーって言った時はもう自分の中で、はぁーっていう思いだったんだけど、それがでも、なんだろう、あのそこで満足はしてたんだけど、まさかだからそこからその翌年、それは確かね、その年のレギュラーシーズンも最後の方の試合で、また来シーズンからもし機会があったらみたいな感じで、でも来年からはって、その時ちょうどリーグがね、またね、その企業リーグの中でもちょっとまたいろいろ変わるタイミングでもあったんだけど、スーパーリーグから JBL っていうリーグに変わるタイミングではあったんだけど、その時にまあもしあのご縁がありましたらみたいな感じで、でもそこからか、 JBL が始まってから5年、 NBL に変わって3年で、今 B リーグで4年か、だから 12年とか12年3年ぐらいか、はい、なるほど。全てはじゃあそう、この本だから平山譲さんが書いてくれたこの本によって、今僕はこうしてシーホースで今でもあの選手たちの名前をこう力いっぱい叫ばせていただいてるっていう。でこれあのよく中学校とかに公園に来てくださいって言われてお話しすることでもあるんですけど、はい、僕ずっとやっぱバスケット選手になりたかったんですよ。でも姿勢もちっちゃい、運動神経もないっていう人間が何を言ってんだって話なんだけど、だけどずっとその夢というものは別に持つことは自由だから、ずっとその夢を持ってたんだけど、まあ、結局なれなかったけど、好きだっていう思いをずっとずっとこう続けて持ち続けていた。で結果いろいろ自分で動いてアプローチをしてみた結果、例えばだけどその佐古さんが活躍された日とかヒーローインタビューとかがあるわけじゃないですか。その時は佐古さんがコートの真ん中に立って僕もそこに歩いていきインタビューをする、パッとしてみると、あ、同じコートに立ってるってなった時に、これは触手はもちろんあの頃は思い描いていたものと全くもう想像もつかなかった触手だったけど、同じ場に立ててるっていうのは実際の、はいはいはい、同じコートに立ててるってなった時に、あ、これは一つの夢の叶え方だなっていうのは思ったから、中学校とかで講演とかするときは、だからみんなも今好きで人にバカにされようが何だろうが何でもいいけど、とにかくその気持ち、自分の好きだっていう気持ちだけは大切にしてあげてっていう話をよくするんですよ。だいたいこう大きなこと言うと、だいたいバカにされるんだけど、でもそれはいいんですと。俺だって散々バカにされてきたけど、でも結果ここに繋がってるから、その気持ちはずっと持ち続けてねっていう話を、なるほど、させていただいてます。いや、1個の本に対してもストーリーがすごいですね。もう今ガッツリ13分ぐらい話してる。あらら、長い。5分10分ぐらいでって話だったのに。まあまあちょっとね、まあ初回はちょっと結構ボリューム、いやこれはね、これこの話はちょっとちゃんと一回したかった。ブログに一回書いたことあるんだけど、ちょっとこうやって自分の口でお話ししたかったことでもあるし、まあ、それぐらい大好きなんです。まあ思いがこもってるもの、確かにちょっと10分ぐらいじゃちょっと話しきれないなっていうのはね、はい、あるかもしれないですね。でもぜひちょっとでもね、皆さんこの5、はい、まだどういうAmazonとかでも売ってるのかな、ぜひでもちょっと探していただきたいなって思うし、これからシーホースを、まあ、ここビールが始まってからファンになったよっていう方もぜひこの歴史読んでもらいたい。本当にまたチームを見る目が変わりますから、ぜひぜひシーホース愛をがまた深まりますから、はい、すごい熱量伝わってきました回し物じゃないですよね。だからもういやいや、ま、回し物ですよ、ある意味。もうだから私はもうある意味ね、もうだからこうやっていいんだよっていうことを伝えたいから、もうそれぐらいでも僕はシーホース、この佐古さんがきっかけ、ファイブがきっかけでシーホースが大好きになって今があるので、本当にこれだから僕はもう何度も言うように、シーホースがどんなに辛い状況でも僕は全力で応援をするのみ、力いっぱい自分ができることをやるのみっていう、はい、もうその一心に尽きるわけです。なるほど、はい、ちょっと今日は試しに、本、はい、紹介というか、まあ、小畑さんのシーホースで MC をやるまでという本、結局そういう話になりましたけどね、まあ、ぜひでもちょっともうきっかけとなったこの5という、皆さんも多分そういう人生のきっかけになる本があると思うんですけども、僕の中ではこの5という本がもうまさにきっかけとなって今があるので、ぜひ読んでいただけたらなと思います。どうぞ。この話面白かったと思った方はぜひグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。また、レッツゴーシーホース。